ボートレース小島マンスリーボートレース杯男女ダブル優勝戦シリーズ5日目、いよいよここからは明日の優勝戦新進出をかけてのセミファイナルとなります。なお今回は男女それぞれ準優2つずつですので、3着まですなわち3連単に貢献できれば準優突破となります。まずは男子1つ目の準優勝戦第9レース、1号艇佐々木秀樹、2号艇吉田孝義、3号艇井川大作、4号艇中岡雅彦、5号艇下寺秀和、6号艇川上清人、以上6選手の対戦9レース男子の準優勝戦です。白の枠番での登場となりました。1番人気1号艇の佐々木インとなります。2コース2号艇ベテランの吉田、センター3コース3号艇地元の井川となります。4コース下げ手角1が4号艇の中岡、5コース5号艇の下寺、サイアウト6コース今日の前半5レースイン逃げ勝利6号艇の川上となりました。スロー2、3艇1、2、3かまして3艇4、5、6人気の中心1号艇佐々木秀樹の陰線スタート10秒前、第9レース男子の準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。インセンテテコースアートは1234ゼロ台スタート目立っておりますが、一周の1マークはインから逃走態勢作る1号艇の佐々木、2号艇吉田佐々木、3号艇井川がまくっていきます。切り込んでは5号艇の下寺、4号艇の中岡、6号艇の川上、先陣の際1号艇2号艇伸び比べ、インコース2号艇の吉田、アドゴー踏ん張ったが1号艇の佐々木、3番手の様5号艇4号艇3号艇さって接戦、一周にコーラーの旋回スタートを成長、さあ忍びてトップターンは2号艇の吉田、差し返す1号艇の佐々木、握った4号艇5号艇3やった、そこ飛び込んで6号艇の川上、3号艇の井川大輔、トップラスは1号艇2号艇マッチレースはインコース1号艇の佐々木、アートコース2号艇の吉田、3番手の線も3号艇5号艇6号艇さってコース戦でレースは2周回1コーナー、まずはトップラス1号艇佐々木先手、差し返す2号艇の吉田、くるっと6号艇の川上応戦する、切り込んで差し差し3号艇5号艇バックはトップラス1号艇2号艇まだ並走、内2号艇の吉田、外1号艇の佐々木、3番手の線一定修正5号艇の下寺、レースは2周にマークの攻防戦、激戦のトップラス2号艇の吉田が先手を取る、切り込んで1号艇の佐々木、3番手小回り5号艇の下寺、内を救う3号艇以下入りません、握った6号艇の川上清人、シリードは一定し先頭は2号艇の吉田、2番手から猛チャージ1号艇の佐々木、3番手争いも5号艇6号艇まだ接戦、候補2艇3号艇以下は最高峰4号艇中岡、レースは3周目の1コーナー、先頭は2号艇吉田、2番手は1号艇の佐々木の差しどうでしょう、3番手争い5号艇6号艇まだ競り合ってバックは先頭リードは一定し踏ん張った頃へと2号艇吉田、2番手が1号艇の佐々木、3番手一定修正5号艇の下寺、トップと3番手の線あっちもこっちも大激戦、ラストコーナーの旋回逆転図って1号と佐々木の差し差し差しどうでしょう、2号艇1号艇伸び比べ、3番手の線は6号艇5号艇分かりません、間もなくゴールインです。先頭2番の吉田ゴールイン、2着1番の佐々木ゴールイン、3着は6番川上ゴールイン、5番の下寺、3番井川、ラスト4番中岡ゴールイン、なお3連単2、1、6、99.9 倍です。以上小島第9レースでした。